1月から始まった NHK 大河ドラマ、西郷どん、NHK 総合、毎週日曜20時。スタート以来、主演の鈴木亮平や瑛太、松田翔太といったキャスト陣の熱演が注目。集め、特別編の放送や大河史上初となる深夜の再放送なども話題を呼んだ。4月29日の放送、第16話、では、鈴木演じる西郷吉之助、後の流星、が幕府に追わ、記事全文を読む。